それでは、立命館、続きまして、立命館大学教授で、行政学地方自治論を専攻されております、村上昌司先生、よろしくお願いします。ですね、ビジュアルな図が4枚あるので見てほしいんですが、これは2015年5月5日、藤井に対する、藤井先生に対する公権力からの圧力の経緯というのがありますよね。この公権力からの圧力の経緯の、3枚目4枚目に、ビジュアルな図を 4つ用意してますので、これ分かりますかね。この、この美しい絵がありますので、これを見ていただけますか。公権力からの圧力の経緯の3枚目から始めます。1つ30秒でありますが、要するに学者の複雑な意見が有権者に届くかどうかが非常に不安で、橋本さんはですね、ビルの高層ビルの写真を2枚上げて、これで全て語られるというふうに思っているようなんですけれども、私たちの方でもビジュアルにですね、表現する必要があります。村上 A というのをご覧ください。でまず名前が3種類あって、これが難しいんですね。大阪党と呼ばれるんですが、反対は大阪市廃止分割構想というふうに呼び、最近のその公式文章ではですね、特別区の設置という全くわけのわからないことが書いてあって、よくわからない。大阪党というのは公式名称ではありません。廃止分割構想も公式じゃないけども、これは実態を非常に鋭く表現してるんですね。やっぱり今までの先生がおっしゃったように、大阪市がなくなっていいのかというのが最大のポイントであります。で昔大阪に行ったら因縁つけられへんように気をつけなというふうに親から言われましたけれども、要するに WTC で大阪市は因縁をつけられてるわけですね。あんなアホなことをやって潰してやるみたいなんですね。因縁をつけられてるんだけど、大阪市は他にいろいろたくさんいいことをやってきました。例えばこの再開発ビルも大阪市が作ったわけです。多分9勝1敗ぐらいでですね、ミスもあったけど頑張ってきたという、その大阪市を廃止すると、でついでに24区も廃止すると、で大阪府に一つにするという、これがいいかどうかという話なんですね。で、この村上 A を見てもらうと全体の構造が分かると思います。要するにエンジンを2つから1つにするとかですね、あるいはこの前 のヨーロッパの事故を考えると、パイロットが2人いる中で1人をコックピットから追い出すみたいな、そういう話でですね、私はやっぱりパイロット2人の飛行機に乗りたいし、エンジン2つの飛行機に乗りたいですが、橋本さんは1つにした方がいいというふうに言ってるんだけども、それはちょっと危ないというふうに考えるべきだと思います。要するに大阪市が問題もあるけれども、やっぱり頑張ってもらった方が大阪としては強くなると、私はだから大阪衰退論に立ちますね。藤井先生と同じで、大阪市をなくすとおそらくサービスも下がるけれども、大阪の力自体が下がってですね、そういう問題を認識していただきたいと思います。次に、村上 B をご覧ください。で、その裏に村上 B がありまして、ドーナツが並べてあるんですが、普通この二重システムというふうに呼びますけれども、大都市圏と中心都市ですね、人口1000万ぐらいの大都市圏があり、そこに200万とか300万とか中心都市があります。これが世界の有力都市の構造なんですけれども、普通そこはですね、大都市圏に府県や州を作って、中心都市に市を作ると、この二重で発展しているというのが、私の調べた、こんなんウィキペディアで簡単に調べられるんですけども、事実なんですね。ですから大阪府は、今の大阪府、大阪市は何も恥ずかしくない、普通の世界の常識に従っているわけで、で、これを大阪都にしてですね、大阪府の一重にしてしまうと、弱まるのも弱まりますが、世界の常識に反するというふうに言いたいわけです。例えば、宮野の万博も、州と市がお金を出し合ってですね、やっているということは、ウェブサイトですぐに分かることです。で、ですからですね、確かに区の自治というのは大事かもしれないけれども、やはり二重システムというのは世界の常識なので、そこがなかなか有権者の方には理解されていないというふうなところが残念ですが、愛知と名古屋、横浜と神奈川でも頑張っている、そして先ほどおっしゃったように、調整もうまくいくわけですから、なんで大阪だけが不思議、喧嘩するのかというところはですね、橋本さんのパーソナルな問題じゃないのかと言いたいところですけれども、二重システムが常識だというのは、報道していただきたいと思います。それから村上 C はですね、次は大阪と考えるミニマムフレームということで、要するにこのすごく複雑でですね、これぐらいのことを考えて初めてミニマムであると、これぐらい考えないと賛否の意見は本当は述べられないところだということです。これはゆっくり読んでもらうと分かると思いますが、メリットに丸をつけ、デメリットに×をつけております。私の数えたところではメリットは1つまたは2つです。カジノを強力に進める、これをメリットとすればメリットです。それから自治体としての特別区は競争するというのはメリットなんだけども、だけど切り下げ競争するかもしれません。
ですから数え上げるとやっぱりデモイっていうの方が結構大量にありましてですね、そしてまあ代替案もあるということで、私はやはり大阪とは明らかに、欠陥商品であると、まあ、いうふうに考えております。で最後村上、D をご覧ください。これはですね、まあ、これは一番こう深刻な問題で、その住民投票の投票用紙、これを選挙管理委員会のホームページで見ますと、右下にあるような投票用紙になってまして、大阪市における特別区の設置についての投票というふうに書いてあるんですね。で、まあ、このまず特別区の設置というのはよくわからんわけですが、大阪市におけるというところがですね、詐欺的だと思うわけです。こういうふうに書くと、なんとなく大阪市は残ったままで、今の24区をね、5つの特別市にまとめ、区にまとめるというふうに誤解されてしまうじゃないですか。だけど大阪市は明らかに廃止されるので、正しくは上に書いてあるように、大阪市を廃止し、代わりに5つの特別区を置くことに賛成ですか、反対ですか、こういうふうに聞くべきなんですね。これがまあインフォームドコンセントの最低レベルだと思うわけですよ。だから、まあ、この嘘の投票用紙でですね、その住民投票やっていいのかどうか、私はこれ大変問題であって、まあ、個人的には延期してもね、住民投票延期しても、この投票紙を変えるべきだと思います。これは違法であるというふうに訴訟が起こる恐れもあります。ただまあ当面はですね、やっぱりマスコミや有権者がこの投票用紙を読んでですね、見てちゃんと理解できるようにマスコミに伝えてもらわないといけないということで、まあ、特別区という言葉の意味を説明しないといけないですね。要するに特別区というのは市をなくした後に作るものが特別区なんですよね。だから大変深刻な状況でありますので、ぜひよろしくマスコミの皆さんにはお願いしたいと思います。以上です。